よーし、おはよう。いや、前回吉田に殺されたわまあ吉田が殺したかっていうとそうでもないけど、いや先にさ、かかる時間教えてほしかったわ。時計一周と半分つってたっけ。いや先に教えてよそれは死ぬよ。でも時計一周と半分って難しくないか。ラブレベル相当必要だよね。ラブレベル20くらい必要なんじゃないの。それくらいのレベルで足りてないぞ。で、ネカの日はちょっとやることはあんまないんだけど、どうしようかな。いい加減さ、ベイカーだっけ、ベイクだっけ、ベク、違う、なんだっけ、名前忘れちった今日はやってるかな。お、空いてるわ。よし、お、やってるやってる。あれ何やってんだろう。なんだろう、ケバブかな美味しく焼けたよ。パンは別にそんないらないんだよな、まあ、パンがあれば長生きできるんだけど。ちょっとワンダのカード見せてみよっか。あ、毎週やまびこの日にはお酒を飲みに行きます。へえ、行くんだ。ネームカードどうせないんでしょ。もういつもないじゃん。あ、酒場でもらえるかもしんないな。よくさ、ドラマとかでさ、なんかハンカチを当てられて寝ちゃうシーンあるじゃん。なんかあれで、あそこにクロロホルムが塗ってあるみたいな話を見たんだけど、クロロホルムを使ってパン屋を寝かして、そのうちに裏入れないからダメかな、強引すぎるかな。釣り竿買うか、買っちゃうか。釣りをする場所がまだないけどな。一応買うか、買っちゃおう。よっしゃ。で、これだけじゃダメだよね。餌、これ餌 UFO に見えるんだけど気のせい。よし、使う。ダメだ何も釣れない。ほい、あれできないぞ。しかも入っちゃったよ。迷ったな。ワンダのカードをみんなに見せてみるか。誰のカード。多分イビリに言ったら毎週飲みに行ってるよっていう話をされるのかな。よいしょ。あ、同じだ、前聞いた時と一緒だ。そっか、謁見タイム行ってみるか。王様にもちょっといろいろ聞いてみよう。ここら辺なんかあるんじゃない、また忍者とかいるんじゃない、ここら辺に。いないか。ワンダのカード見してみよう。よいしょ。ワンダの酒場は、飲んで騒いでウッピーウッピーという噂。コンパで一気でバカウケなんじゃろ。一度でいいから行ってみたいの。すごい、酒場に対してのイメージがすごいああ、働き者ですって言われて終わりか。特に変化ない。釣り見してみるか。わかんないアイテムはとりあえず見せよう。まず釣り竿。むむむ、それはちっとわかし難しい。知らないの釣り竿。庶民の遊びだったか。ダメかダメ元でもう一個行ってみよう。ガセのガラクタ。お前ガセの友達か。ということはお前も不良じゃね。くん、不良ってかっちょいいの。そっちか、しびれるの、しびれるの。憧れてんだ不良にどれどれ。ゴミですな。王様にも困ったものです。なぜあのようなものとお遊びになられるのか。城の風紀は乱れるばかりです。遊ぶんだガセと王様。へえ、そんな仲いいのか。王様とガセは仲がいいのか。結構ちょっといい情報かもね。そして夜は買い物に行こう。でもあれだな、
そろそろさ、アニマルもいなくなってきちゃったし、結構厳しくなってきたな。あの道の先に行けないと難しいよな。どうしようか。ユーズ、とりあえずガセに釣り見してみよう。釣り竿。なんだそれ、なんだそれか。見せても意味ないか。俺夜パン屋行ったことあるっけ、そもそも。それ気になるな。入っとこう、あらかじめ締め出されるから。夜も通常営業かな。いや夜はさすがに寝るんじゃないか。今日はもう閉店です、また明日来てください。あー、追い出されちゃった。セキュリティが厳しいな。そっか、でも明かりはついてんだな。入れてくれない、無視か。裏口とかないかな。ないか、さすがにないね。よし、じゃあとりあえず、よし入れた。やってるやってる。虫眼鏡欲しい。ゆっくり見ていきな。300円か。クロロホルムでパン屋寝かせられるんじゃないかな。つか全部欲しいな。どうしよっか。とりあえず虫眼鏡は欲しい、今すぐに。そして、あ、まだ売ってるんだ、もう一個。ドレスかクロロホルムか。クロロホルム買っとくか。よっしゃ、毎度。あ、掘り出し物だ。センネカは無理だわ、今は余裕がない。よーし、で虫眼鏡ゲットしたからちょっといろいろできるね。そう、ここだっけ、この像から。これ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 、虫眼鏡で見えるでしょう。使う。嘘、違うの。違うか、夜は見えないかな。朝も試すか。でも明らかにおかしいよな、これ。もっと揺らすか。ここを虫眼鏡で調べるとか。違うか。何なんだろう。ここを虫眼鏡で調べよう。隠してあるかもしれない。でもこの看板間違いなく虫眼鏡でしょう。虫眼鏡。フーム、何何？ラブパラソルからひたすら南、突き当たったら、岩の影ね。大海賊ビーハブ。え？ラブパラソルからひたすら南、ちょっとメモろう。なんだこれ、ラブパラソルってどこだろう。パラソルって言うからバリバリ島かな、やっぱり。つか今の誰？え？ここ調べると出てくるんだ、今の人が。そういうことか。あれ、そういうわけではない。今の誰？追いかけてみるか。今のはなんだ、虫眼鏡関係ない人か。今のはもしかするとなんだよ今の。すげえ気になるな、誰？突然現れたけど、なんだなんだなんだ。え、こっち行けるようになってるから、もしかして。そんなことない？夜は通れるとかないかな。あれ、今日は目玉あるぞ。おら、違うかんな。
度胸座ってっからよ、ちっとも恥ずかしくねえぞ。そんじゃな、玉井さん、虫眼鏡でもっと見る、釣り竿で引っ張る、クッキーでどいてもらう、もう一回隠れる。ダメか、動かないか、動かす方法が分かんないな。ラブパラソル、ラブパラソルってさ、あの木に掘ってあったさ、傘のことじゃないかな。これラブパラソルじゃない？ハートに傘があるから、ラブパラソル、ラブパラソルだよこれ多分。さっきのメモ、そういうことだ。ひたすら南ってことは、まっすぐ下に行って突き当たったら岩の影、まっすぐ下に行くぞ。朝になった。このまままっすぐ下に行って突き当たったら、あ、これメモがある。黄色い箱の後ろ、宝物欲しいでしょ。B ハブは大海賊。ちょっとアクションリミットがやばいな。黄色い箱の後ろ、今まで黄色い箱の後ろなんて見たっけ。黄色い箱の後ろ思い出せ、思い出せ、黄色い箱の後ろ、黄色い箱、この裏には何もないよね。ある！私は考えた。実は虹こそが、外宇宙とのリンクポイントなのではないか。しかし違っていた。機械的に虹を作ってもただ綺麗なだけだった。実験は失敗だった。ドクター H。 なるほど。あ、それで右下にあった虹みたいな装置が、それ？それのことかな？なんかカラフルな装置あったもんね。でもどうしよう。黄色い箱。黄色い箱の後ろ。宝物欲しいでしょ？あ、これ2日分クッキーもらえるのか？あ、もらえるわ。寝てなくてももらえるわ。よし、黄色い箱の後ろ、何のことだ。とりあえず寝ないとやばい。黄色い箱の後ろ、町に黄色い箱、いやない、町には黄色い箱、いやあるか、城、城、お城、いやないよ黄色い箱。どうしよう。クッキーめっちゃ溜まってきた。黄色い箱の後ろ、黄色い箱の後ろ分かんないわ。一回忘れるか。あの装置のとこにはどう頑張ってもいけないんだよな。あ、動く、こいつも動く岩だ。動くか？よっしゃ！そういうことか、見えなかった。あ、新しいアニマルだ。ナメクジ？カタツムリだ。犬神マイマイ。犬を神と崇めるカタツムリ。お犬様が一声鳴けば、たちまち、祈りの行進が始まる。あ、ここで犬が役に立つのか。なるほど。じゃあ今日は夜までも、あ、これだ。これなんなん？あー、なんかいじれる。コンプレッサーみたいな。とりあえず全部オン。どうなんの？おー！
何も作動しなかった？あ、何も作動しなかったか。え？これ合ってるかもしんない。いや、これ合ってるんじゃないか。俺さっきさ、看板見たじゃん。あそこにさ、なんか ROM ロムって書いてあって、あれなんか関係あるだろうって思って、なんか頭の隅に置いといたんだけど、レッド、オレンジ、マゼンタ。あ、そういうわけではないか。全部押さないと作動できないのか。違うか。ピピピってなっちゃったけど、え、虹の色順？もしかして赤、黄色、緑、いや赤、オレンジ、あ、違う違う違う、え、これなんだろう。赤、オレンジ、黄色、緑、水色、青、紫。どうだ。レインボージェネレーター起動確認。やった。虹の色の順か。社会オールクリア。社格計算終了。おお。レインボーエレメントシャキリカウントダウン。おお、すごい。虹出るのか。あ、勇者だ。なんかしてる。あははは、ランジェリーだ。虹出た。ランジェリー着てる勇者。あ、ラブレベル上がった。これでどうなんの？これで宇宙とつながるの？あ、ゲームの中の描写はこういうことなんだね、こっちでは。ウケるな。でも勇者、勇者ワンダの下着着てたぞ。頭にかぶってたぞ。マジか。勇者マジかよ。これでさ、虹出て俺たちには何か影響あんのかな。あー、うっすら出てるね。あ、結構濃いな。すげえ濃い。まずはここ。ここで待機。来た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 。出るか出るか。ダメだ。あ、おしっこしたぞ。来た来た来た。やっぱりそうか。そっかそっかそっか。やった、エルモ捕まえた。なるほど。そして捕まえた。オッケー。カタツムリの方もいけそうだな。なるほど。ここにマーキングされて気にして出てきたんだね。140年か。オッケーオッケー。そして今度はこっち。この先にいるかな。あれ、出てきてないな。もっともっとついていかないとダメだったかもね。そうすればどこに行ったか見えたんだけど、こっち空いてるとかないかな。空いてる。えらいもん見たな。下着をかぶるなんてな。さすがに動いちまったわ。いや、そりゃ動くよ。なるほど、勇者がこの道を通れたのはそういうことだね。もう見た目のインパクトがすごすぎたんだね。あれ、なんかいる。誰？寝てる。ちょっと待ちなよ兄さん。話し相手になっちゃくれねえか。
愛のある行動をしないといけないから聞こう。あ、でも聞いちゃいけないかもな、これ。ちょっと待って、今俺周りが見えてなかった。こう女の人かなんか分かんないけど、ロープでぐるぐるにされて、なんか晒されてて、なんかついていったらひどい目に遭いそうだな。あ、怖い怖い。俺の名前はニッカ、今年で65歳、仕事は大工の親方だ。ニッカって服があるよね、なんか大工が着る。いや、親方だったと言うべきか。なんせ最近仕事してねえからな。ところで兄さん、愛ってなんだろうな。恋愛、家族愛、人類愛、いろいろあるが、どれもこれもはっきりしねえよな。もしお前の相棒が変態だったらどうする？でも愛のある方を選ばないとダメだもんな。自分も変態になる。そうだよな、やっぱそうだよな。相談に乗ってくれてありがとうよ。俺はよ、生きるぜ。行動のままに、欲望のままに。俺はよ、今無性に掘りてえんだ。掘って掘って掘りまくってんだ。そういうわけで俺はこの家を捨てて旅に出るぜ。うんじゃな、あばよ。相談に乗ってもらった例だ。勝手にこの家を使っていいからよ。へえ、じゃあな、ポッカ。風がピューッと、風の谷、うー。これでよかったのかな。大工なのになんか鉱山の仕事してるっぽいこと言ってたね。あ、ここ寝れる、もしかして。寝れない、嘘でしょ。あ、寝れる、よかった。あ、じゃあこっからまた、何え、ミノさん、ゴミゴミ合衆国の大統領。ゴミゴミ合衆国は家の隅っこやベッドの下などにあると言われている。そういうわけでゴミっぽいものが好物という話だ。今のじゃないの？絶対今のだよね。まあいいわ、ちょっといろいろ調べられるけど寝よう。いやー、あの虹の装置を起動したおかげですごい進展があったな。あ、ベッドに寝る描写が違う。おばあちゃん心配するだろうな。お、来たね。大将の集めたラブは日課のラブ、虹マシーン作動成功、それもラブ、これもラブ、そして動物たちの魂がラブです。エルモおめでとう。大将のラブがまた一つ深まりました。カタツムリの方は多分もっと犬についていかないといけないんだろうな。ラブレベル10、愛の黒帯、結構なところに来たな。次のレベルまであと3ラブが必要です。まだまだ世界にはラブが散らばってますよ。これからもたくさんラブを集めてくださいね。おやすみ。チャンネル登録をして最新の動画をチェックしてくれ。画面に映っているリンゴ、バナナ、イチゴ、オレンジ、ライオン、俺をクリックしてくれ。スマートフォンの人は下にあるチャンネル登録ボタンか説明欄にある URL から登録をしてくれ。